どうも、ブヒケンです。本日も作業をやっていきます。まあ、56年シビートラちゃんのボンネットフードのヒンジですね。そう、これをね、どうやって剥がそうかって悩んでたんですけど、まあもう剥がさなきゃならないのでまあなんとかします。それと入院中のプリムスちゃんですね。ちょっと車体は映せないんですけど、作業は進んでおります。今日もバラシの続きをやっていきます。ボディのね、前から後ろまでね、一本ね、真ん中にモールが、真ん中じゃないんですけど、モールがベーって走っちゃってるので、それの取り外しと、室内をちょっとバラさないと外せないので、その辺ですよね。それと昨日、そのプリムスちゃん用の塗料が到着しましたね。クリアも含めて、でこれはまあ置いとけばよしという感じで、ちょっとやっていきましょう。ではオーナー様、今ねクローム屋さんが来ていただいて、でおそらくざっとなんですけど、今クローム屋さんがおっしゃった金額がだいたい10、12万らしいんですよ。なんでそこをちょっと申し訳ないんですけど、まとめて20ぐらいでなんとかお願いしたいと。どうでしょう20の税込みっていうことです。ごめんなさい、税抜き、税別ですか、別で、別ぐらいでやっていただけるとありがたいです。はい、それで一応、はい、じゃあ細かい見積もりをお待ちしてます。はい、だいたいその前でお願いします。はい、わかりました。だんだんちっちゃい声になっちゃっていいお願いします。今ボンネットのモールが外れましたね。ボンネット反対側がね、一箇所ちょっと固着してるんで、今ラスペネ吹いて待ってる状態。やっぱね、今クロメさんがバンパー1本目を持って帰りましたけどね、車をこっちへ回して全部積んでいくそうですが、やっぱ大体1本10万ぐらいですよね。僕の儲けは乗っけてませんからね、リクローム代は。まあそんなもんだな、もうちょっと安くならないかなと思ったけど。クローム屋さんがお帰りになられます。BBF 山手っていうとこを僕いつも使わせてもらってるんですね。今回もそこです。両方外れましたね。左肩のなんかこの辺に入ってる一箇所がね、妙に硬い、固着してた。なんとか外れたので、それではその下のこいつですね、こいつは外しましょう。ボディのやつはあれか、やっぱ内装ばらさなきゃダメか、ダメだろうな。そうだな、無理だな、ばらさないと。ちょっとやっていきます。外れました。なんて言うんでしたっけ、ロッカーパネルでしたっけ、って言うんでしたっけ。よかった、ボキッて言っちゃうとね、同じやつがないのでじっくり外しましたよ。一箇所だけなんか止まってなかったけど、こういう風になってんだな。ほほう、もういいや、反対側も外そう。内装外しで外しましたよ、ゆっくりね。ではこっち側はあれですね、違うクリップが入ってて、これネジ止めのやつだな。このクリップ自体がもうネジ止めなんですね。ほんではめるときにこううまくガチャってやるやつだな。これはまんねえんだよな、うまく交換してやらいいんだろうけど、こうあっちこっちこうありますかね、曲がったり してますよね。こういうとね、あんまりね、まあいいや、後で考えよう、これもう組み立てるときに。でモールの際にボディの割れがある。この辺なくなっちゃうかもな。まあモールで隠れるとこなんで、わかりますかね、こうサビがボコ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 ってしてんの。こういうの取っていくとね、下手するとね、穴開いてっちゃうとこが時があるんですよね。まあここは割れてる。そうだな、いや補修にこれちょっと時間がかかりますね、相当。
よしよし、まあそんな感じで。よし、あと残すはボディーモール。はい。この辺はね、バーンってヒットしてへこんでるんですよ。こう力が入ってる。ちょうどね、間が悪いことにここにあのね、こうリブが入ってるんですけど、そこの下なんだな。これ下手するとこのリブが潰れちゃうんだな。少しずつやるしかないな、ここも。このラインがね、変形しちゃうと嫌なので、こう出たり入ったりね、それを気をつけながらの板金になるな。まあ、結構厚く入ってんだな、やっぱりサフト塗装も。まあ、ちょっとお昼休みにします。やっぱね、ボディに入ってるモールはね、内装をやっぱバラさなきゃダメなので今日中に終わるといいな。